こんばんばは速歌塾の久保でございますす深夜の放送久しぶりですねいやー皆さん年末が近づいてきた12月の中盤から後半に差し掛かるとですねこのインターネット業界は年末年始を狙ったですねいろんなコンテンツのセールス始まりますよ皆さんもお分かりだと思いますけどもなんとなくね年末年始に力を貯めて最高のスタートを切りましょう2020年みたいな感じでプロモーションがかかるわけですよ そして多くの方もねやっぱ12月となるとちょっと懐があったかくなって気がちょっと緩んでくるんですよねで色々いろいろこの1年間で実績を作ったりビジネスうまくいったり仕事頑張ったり儲けた人ってのはよしこの勢いで次行くぞって思いますし残念ながらうまくいかなかった人ってよし来年こそは取り戻すぞっていうバイアスが働くんでどっちにしてもね詳細買いたくなるんですよね今年はこんなに儲かりましたとかねこういう可能性がありますとか言ってねいろんなねキャッチコピーでおなるほどなるほどって思うわけですよね 皆さんもそういう経験あるでしょで私がね、うん、自分のことを言うのはちょっと恥ずかしいんですけどもものすごく分かりやすいことを言いますよ皆さんがインターネット活動してるってことは多分集客をしたいはずなんですよ集客をして販売をする売り上げ上がる儲かった儲かったになりたいですよねで集客できないで販売できない儲からないは嫌ですよねで多くの方っていうのが集客に困ってるんですよ YouTube を作っても再生数が上がらないチャンネル登録者数が100人から200人ウロウロするそしてメールマガを作ったけど読まれない LINE アットで囲ってみたんだけどもなかなか登録者が増えないっていうことになりましたねそしてプレゼントをつけて登録者を促すんですけどもそもそもプレゼントをつけて登録者を促すようなメールとか動画が見られてないでしょどうすればいいと思いますこれすすごくシンンプルルなんんですけども影響力ののあるチャンネルとか視聴者さんの多い LINE やっととかねメルマガに紹介してもらうっていうのはいかがですかねでそれをやりますよっていう塾ないんですよずばりないと思いますだって塾を運営している方がエール協力がないんですよ再生数が少ないんですよチャンネル登録少ないんですよメルマガの読者さんが少ないんですよその中で宿泊やってる中でわずかにゲットした人に集中的に売り込んでるのが今の時期でございますさあ気をつけてくださいよ冷静に考えてみてくださいよそういう方に対してですね やるなとは言いませんでも自分よりもすごい人かもしれないって思うのも自由ですでも客観的にね数字を捉えてみたときにその方と一緒にやって何がしかの知識は得れることができるでしょうでも集客にうまくいってない人に集客を教わって集客が得意になると思いますかってことなんですよね,ね1人とか2人に対しての集客がうまくいくかもしれませんよでも多くの方が望んでるのは3ヶ月とか6ヶ月をやって 1>, 1人とか2人に商品買ってもらいましたみたいなカツカツの状態じゃないと思うんですよね一発何かドーンとセールしたら100万200万30万のが3件売れた5件売れた10件売れたみたいなことを望んでるのがインターネットビジネスだと思うんですよねじゃあそこでですね大事なことって何かなっていうのは先ほども言いましたけども影響力のある人に紹介してもらうしかもお金をほとんどかけずにってことですもちろんタダでやってくれるっていううまい話はありません広告をやってもらうわけですからね じゃあここで私の話が出ますけども私の YouTube チャンネル登録者数は9300人を超えてもうすぐ1万人になりますよね今月もおかげさまでどんどん増えてますで私の YouTube で誰かの YouTube を紹介する誰かのメルマガを紹介する誰かの商品を紹介するとどうなるでしょうかってことを考えてくださいそっか塾に属している方はもうね例外なく私の1万人近くいる YouTube チャンネルで紹介が起きますそうすると わーっとね他の熟成さんはじめ視聴者さんがチャンネル登録して再生数回してそしてすごい人だっていうふうに紹介動画をお互い作り合うみたいなそういうね流れも起きるんですよもちろんねものすごくいい動画を作ってる方は熟成じゃなくても私が勝手に取り上げたりしますよねそうすると1万人のチャンネル登録者数がいるところに100人とか200人とかね500人とか1000人のチャンネル登録者数さんのこれだけの10倍ぐらいの開きがあるチャンネルをドーンと紹介したらどうなると思いますかってことなんですよこれをやってる なんか塾を運営してる人とかインターネットビジネスをしてる人っていないんですよねい,いないと思いませんかだって集客力ない人が本当にね集客をじゃどのくらい教えることができるんですかってことですよねしかも一生懸命ビジネスがあって一生懸命集客をしててもその程度っていう人がねもう言い方悪いですけどもそういう人が「あの私の商材買ってください」って言ってさあどうでしょうかってことなんですようんでこれねなんかあの私ね年に1回だけ速可塾のセールスってするんですよ年に1回だけですよ 12月31日になると思いますけども本当にね30分とか1時間ぐらいの動画を撮ってしかもサムネイルには高額塾のセールスが含まれてますっていうふうに驚々しい画面でボーンと出すんですよ年に1回だけ即座塾の募集っていうのは年に1回の募集なんですけども年間通じて365日いつでも受け付けてますねでもなんでこれをするかっていうと私は基本的にビジネスやってないんですよもう完全にね利回りとか配当とかでやってるんであのビジネス一生懸命やったりとかね ビジネスの指導を引き換えにお金をくださいってことはものすごくね金銭的な負担をかけるんでやりたくないんですよねだってビジネスをやるってことは不得意分野をむちゃくちゃ要求するわけですよしかもお金をぶんどってで無理やりいろんな、ね、難しいことを少ない時間でやらせるんですよで諦めるのをね悪い意味で言うと待ってるんですよね諦めて資金回収しといて諦めてフェードアウトしてくれたらよしよしなわけなんですよ でも必死に食らいついてる方が例えば3ヶ月後6ヶ月後1年後成果は出ないのに食らいついてこられたら多分負担なんですよねだから塾の開催期間っていうのを設けたりとか負担を与えて自動的に大会するように仕向けている人もいるんですよね で私の場合はビジネスやってませんので教えてくださいって言われたらいくらでもビジネスを教えます転売でもそうですし最近は FX も得意になりましたそしてアフィリエイト大得意ですサイトマーケティング SNS マーケティングも大得意です YouTube も大得意です f a c e b o o k ライブも大得意ですもうこれは客観的にそうなんだろうなっていう風に多くの方が見れるところだと思うんですよさあそのビジネスをお金に変えない私はですねなんでここまで言うかっていうとすごくシンプルです 皆さんが何か自分の商品を紹介したい自分のことを知ってほしい集客うまくいきたいっていうんだったらチャンネル登録者数が1万人いる私みたいな YouTube に紹介してもらうのが早くないですかってことなんですよまあ私は別に、ね、これね曜う即塾のセールスをどん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 強めていくぜっていう意味でやってるわけではないんですけどもあのセールスはね年末年始1回だけやりますんで多分こういうことが分かれば私の即果塾に参加しなくてもあの投じる資金の意味が分かってくると思うんですよ あまりにも不確定要素が多すぎて商品の作り方は教えてくれるけどもセールスは教えてくれないそもそも集客の仕方を知らない人が集客を教えることができるかなってことなんですよもうあのシンプルに言って YouTube のチャンネル登録者数がやっぱ少ない方っていうのはセールスにものすごく苦労すると思うんですよしかも100人とか200人のチャンネル登録の方にセールスして商品売ったら次には同じ人は買いにくいですよねっていうことはもうすでにその証券は潰れてしまうんですよ せっかく100人とか200人のチャンネル登録者数さんとかね読者さん視聴者さんを囲ったのにそこに1回セールすることによって二度と売れない市場ができてしまうんですよでそれをいわゆるねビジネスをやってる人とか起業家とかなんとか塾っていう情報商材を売ってる人はそれをねやらせて終わりにしちゃうんですよね で一瞬出た実績をうちの塾ではこんな実績出てますみたいなことを誇るんで私は自分の塾生さんがいくら儲けても積極的には私は紹介しないんですよもちろん頼まれれば紹介しますけどもねただあのたまたまその人がうまくいったからその時期を抜き出してこの人はこんなに儲かってますだから速下塾入りましょうみたいなセールス一回もしたことないですねそういうのはちょっとね私にとっては恥ずかしいやり方なんですよだってあの、まあ、私も速下塾でねたまたまあの売り上げを上げてくれる人が多かったんですけども そうじゃない人が大多数なわけですよ大体ほとんどの塾が9割ぐらいは儲からずに塾費用だけ回収できずに終わっていく人がいるのに本当にたまたまうまくいった人が私のおかげですみたいな感じでセールスするのは私はね恥ずかしいなと思ってるんですよでそういう人が一生懸命セールスするのは邪魔はしませんけども冷静にねどの人のどんなものについていけばいいのかとかねそれからこの人と一緒にて何が得れるのかとかねそういうことを考えていけばい、ね、なんだ音が出てるぞ すいませんすみませんでした興奮していきましたね、まあ、そういうことを考えて自分が何を当てにして何に期待して商材を買うのかってことを考える時にまとめになりますよ集客力のある人の商材を買わないと集客力が身につかないってことですい,いですかだから YouTube のチャンネル登録者数さんを増やすのってのは YouTube の再生数を稼ぐよりは難しいんですよ だから YouTube のチャンネル登録者数さんが1000人とか2000人とかね3000人っていうのを見たらうーんまあすごいけど、うん、どうかなと思うところですよねやっぱりね1万人前後からですね YouTube が商売になっていると言えるのはえそしてですね私の YouTube チャンネルの売り上げっていうのはその,広告,ってのは広告収入っていうのはね、えーまあ、大体ですね毎月5万円から10万円の間ですだから再生数で稼ぐって言ってもこの程度しか 私はね再現させることができませんので、えー、別の方法になってくるんですよそれはどういう方法かっていうと YouTube をやることによってチャンネル登録者数さんを増やしてそして再生数を上げていってそしてその中で視聴者さんとの関わりを濃くしてねお互い様と言いますかね、うん、すごくファミリーみたいな関係になっていくってことですそして視聴者さん一人一人の悩み事とかお困り事に耳を傾けてワントゥーワンの動画って言うんですけども一人の人に対して向けた動画をどれだけ作れるかですよ 速塾の塾生今1000人以上いますけども私の個人、まあ、ワントゥーワン動画ですね一人のために送った動画を見たことがない人っていのはいないと思うんですよね、まあ、いるかもしれないですけどわずかにわずかにいるかもしれませんけど基本的には私の即下塾に関わった人って私のその人宛の動画ってのを何本か受け取ってるはずなんですよじゃあこういうことをね塾生さんが100人とか200人の塾の講師とかがやれるかって言ったら多分面倒くさかってやらないんですよ で講師が面倒くさいのに熟成には面倒くさいことをやらせるってここもね大きな矛盾だと思うんですよ。で面倒くさいことをやらないとそんなチャンネル登録者数なんて増えないですしねいろんな工夫をしないと再生数も上がりませんし少なくとも圧倒的な結果を出すために例えばねサイトを1万個作ったよみたいなことがじゃあ他の人に言えるかなと思ったら私はねまだいまだに言える人はいないと思うんですよね。まあ、そういういことをいろいろ考えながら 別に即下塾に、ね、参加するしないとかあんまり関係ないですそれは即下、あのー、塾に参加しても別に儲かる方法が無尽蔵に出てくるわけではありませんただ尋ねれば全部答えるっていうだけですいいですかここすごくキーワードですよ尋ねれば全部答えるってことなんですよ私に不得意分野はありませんので多分どんな塾をやってる方よりもうん、まあ、そこそこね、えー、お伝えすることのレベルは高いと思いますなぜなら全部うまくいったからです でえー、ビジネスをやめたっていうのは何かっていうとビジネスを教えることを引き換えにお金を踏んだくるってことをやめたってことなんですよですんで私は無料でいろんなことをねお伝えしますけどもあ全てが有料商材と同レベルかそれ以上の実績を出してきたものです、えー、皆さんの結果を約束するわけではないですよただ一つ現実を言えば私の YouTube チャンネルで皆さんを紹介することはいつでもできるってことですよねだからそこを当てにしてねあこれは無料の広告たはむちゃくちゃいいなというふうに考えていただければ 私の方に、ね、動画を送っていただければいいのかなと思いますそっか塾塾生さんいっぱいね YouTube 動画作ってもう YouTube 大好き YouTube 毎日みたいになってきましたねそしてその中で自分の世界を広げていただいてで YouTube で、えー、まあ何て言いますかね、えー、自分のことを発信していくとか自分の小さな世界を広く広げていくとかねうんで私感動するのは自分の身内をそこに出してくれる YouTuber さんもいるってことなんですよ自分ばっかりが出るんではなくてね自分のお,お子さんとかね えー、お父さんとかお母さんとかを出していって世界を広げてあげているとまさにこれね提供と感謝じゃないですか見返りを求めずにいろんな人を世界をねつなげていくっていうのは本当にこれはすばらしいことだと思います私もねそういう人にはすごく共感しますんで私利私欲なくみんなのために動いていこうかなって人は私とすごく気が合うと思いますで自分のことさえ何、えー、とかなればいいとかね自分のお金はどうなるんだみたいなことっていうのは、まあ、ある意味仕方がないことなんですけどもそれではやっぱり人は寄ってこないんですよ 自分の利益のことだけにしか動かない人ってどうですか人気者になれますかね多分ならないと思うんですよ人の手伝いをしてあげる人のためになることをするいつも自分以外の人のことを考えてくれる愛情にこそ人は打ち震えて仲良くなりたいと思うんではないかなと思うんですよね、えー、今回いかがでしょうかね私もチャンネル登録者数がこんなに増えてくださると 登録してくださった方同士をねなんとかねお引き合わせしてお互いの共通の利益のために活動していけば1たす1が2にも3にも4にもなるんではないかなと思いますしそういうコミュニティがそっか塾の中でそして私の塾生さんの中でそしてね私の1万人に迫る視聴者さんの中で小さな幸せコミュニティがたくさん生まれればいいなと思いながら、えー、ここまでやってまいりました振り返ってみると YouTube 歴11年になりますね誰よりも長いんではないかな11年もね飽きずによくやってきたなと思いますよねでこれからもね私 YouTube 動画 100万部を目指しててやっていきますんでまだままだだでですすこれからです、ま、だねあの総,総動画投稿数が限定動画が多いもんですから3万動画くらいなんですよね3万個しかやってないんで私の目標のまず3%しかやってないんですよですんでねまだまだあの1日目にも達してないかなっていう勢いでこれからも YouTube の旅を続けていこうと思います私の YouTube の旅にね賛同して一緒に歩いていただける方がいらっしゃったら嬉しいなと思っておりますそれでは本日は以上です深夜に失礼しました